はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。早速ですけれども、本日はスーパー銭湯の1回無料券をゲットいたしましたので、スーパー銭湯に行っていきたいと思います。それでは早速行っちゃいましょう。はい、ということでですね、まあ俺は結構スーパー銭湯通ってるんですけど、そのスーパー銭湯の方でこういうポイントカードみたいのがあって、20回行くと全部貯まるんですよね。で、全部貯まるとこの1回入浴無料券がいただけるということでね、これゲットしましたんで、本日はねこちらのスーパー銭湯入浴1回無料券を使ってスーパー銭湯でゆっくり疲れを取っていきたいと思います。ということで早速スーパー銭湯の方向かっていっちゃいたいと思います。はい、ということでですね、本日仕事は休みなんですけど、平日なんですよね。平日の昼間からスーパー銭湯に行くという、もうかなり贅沢なことをしております。はい、ということでスーパー銭湯1回無料券本当にありがたいです。はい、まあ普段から結構スーパー銭湯は行くんですけど、結構距離があるんですよね。なので銭湯に行くまで運動もできて、お風呂で疲れも流せて、そしてこうやって動画も撮れてしまうというね、本当にありがたい存在です。で、やっぱスーパー銭湯お風呂もいいんですけど、やっぱサウナがね、なんかサウナに入ってると物を作る時の発想とかがなんかパッと浮かんできたりとか、疲れももちろん取れるんですけど、なんか俗に言う整う時とかに結構いろんな発想とかがブワーって出てきたりするんで、それでなんかいろんなものが生み出されたりもするんで、それにもちょっとねサウナ期待してるんですけど、まあとにかくスーパー銭湯向かっていって無料券の恩恵を享受していきたいと思います。はい、ということでですね、スーパー銭湯の方を向かっているんですけれども、本当は土日の方が休日料金ってことで入場料が高いので土日に券を使った方がお得なんですけど、まあとはいえこの平日の昼間から行った方がお客さんの混み具合とかも全然ついてると思いますし、まあなんていうんですかね、快適なんじゃないかなっていうところで快適さをとって、はい、まあちょっとね100、200円ぐらい変わるのかなって感じなんですけど、まあでも平日の、昼間にスーパー銭湯でリラクゼーションできるというね快適さをとって平日に行くことに決めました。何はともあれもう無料券なので本当にありがたいですね。今いろいろなものが値上がりしてる中、はい、でしかもね、まあ私事なんですけど、まあ、俺は今月更新があるんで今月家賃2倍だったりするんですよね。物価も上がって家賃も2倍でっていう、もうそんな時にねこのスーパー銭湯無料券本当に救いの神でございます。ということで今日は家賃2倍とかそこら辺のことは忘れてゆっくり疲れを取っていきたいと思います。でですね、言うてる間にスーパー銭湯到着いたしましたので、早速無料券の方を使って入浴していきたいと思います。はい、入浴終わったんでこれから帰ります。その前にちょっと飲み物買っていきたいと思います。はい、ちょっと謎の画角ですけど、最近スーパー銭湯帰りによくいつも飲んでるドリンク、こちら飲んでいきたいと思います。いただきます。美味しい。はい、ということで無事スーパー銭湯無料券で楽しんでこれたので、これからちょっとお家に帰っていきたいと思います。はい、ということでですね、スーパー銭湯入ってきまして無事お家に帰ってまいりました。本日はスーパー銭湯のスタンプカード20ポイント貯まってスーパー銭湯1回無料券をゲットいたしましたので、そちらの券を使ってスーパー銭湯行ってきて、お風呂に入ってサウナでリラックスして整ってまいりました。はい、ということでですね、まあ、本当に平日の昼間からスーパー銭湯でリラックスするというね、天国のような時間を過ごさせていただきました。またね20ポイント貯まるまでは長い道のりなんですけれども、本当にこのご時世もういろんなものの値段が上がってる時、なおかつ俺は今月賃貸住宅の更新があるんで家賃2倍なんですよねっていうような、もう本当に生活がやばいぞって時にこの無料券でタダでスーパー銭湯入れて、本当にいろいろ日々のなんかモヤモヤとかあるんですけど、それをまあ一時だけでも忘れることができて、でさらにねこうやって動画まで撮れて本当に最高の休日でございました。ということでですね、本日はまあこの後いろいろとまだ休日なのでね、動画編集したり本を読んだりご飯作って食べて勉強して、で小説を書いて寝ようかなって思います。はい、ということで本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆様またお会いいたしましょう。